はい、カメラテストです。今日はこれ、こちらのカメラテストします。ちょっとフロントにつけますね。フロントに装着しました。今からスタートです。よいしょ、この辺2台で合わせるっていうのは意外と難しくて、いろいろやってるんですけどなかなかねこうできなくて、よいしょ、 OK。これからカメラテストです。ふ頭に行きます。フロントつけたんですけど、すげえ心配、落ちるかと思って、落ちなきゃいいな。あー気持ちいい、最高っす。今日は25日、今9時4分です。10月25日9時4分です。最高に気持ちいいです。心配、大丈夫かい、これ結構安かったんだよな、値段もな、6000円だったか7000円だったかな、そのくらいだったんですよ。1万円しなかったですね。気持ちいい。明日絶対東和田行こう。オイラセケール行こう。
一旦オイラスケール行きまーす。起きれたら起きれたらしたらオイラスケール行きます。6時半くらい。気をつけてくれ。どんな風に映ってんだろう。気になるな。釣りかな、みんな。みんな釣りだよね。というわけでカメラの位置を変えます。よいしょ。こんな位置はどうだろう。じゃあここで撮影したやつをあんま揺れない、こっちの方が揺れないかな。こうしてみるか。どう映ってんだろうね。楽しみ。今日はいろんなカメラテストですね。いや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 、すげえ。オープンだからできますよね、こういうこと。オープンじゃないとできないな。あ、気持ちいいね。
テストだけなんでね、今日は。もう帰ります。どうでした？なんかこの感じ、いい感じします？カメラ映りどうなんだろうな。何回かテストしてるんですけど、なんかこううまく撮れないんですよ。なんか撮れるんだけどもなんか違うんですよね。あとメモリーカードがちっちゃいせいかすぐ切れちゃうっていうか、なくあのいっぱいになってしまう。一応32入れてあるんですけどね、64必要なのかな。1080の 30fps かだっけなにしてあるんですけどね。はい、着きました。今日はカメラテストここまでです。